皆さんこんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。石川さん、はい、おめでとうございます。なんですか？おめでとうございます。え？おめでとうございます。はい、おめでとうございます。なんですか？ちょうどですね、はい、このチャンネル始まって、はい、1周年ですって。1周年記念。もうなんだかんだ1年やったんですって。早いっすね。早いっすね。何やってきましたかね、1年間ね。今日はちょっとその辺を振り返りつつ、はい、うん、今後こうしていこうと思ってるみたいな話をできればいいなと。なるほどなるほど、なるほど、なるほど。Been at it already, had my tarot read. Things are looking up for me, that's what my tarot said. Been pumping out pheromones and wearing red. Young Jerry Lollery King, but they're not aware of it. 1年間やってきて、はいはい、石川さんの中で、うん、なんかこうやって良かったなって思うとことかありますか？良かったなでいくと、なんかその気に入ってる動画とかっていうお話しさせてもらうとね、一番最初すごい気に入ってて、自己紹介代わりの最初の動画、まあ、初めて撮影したわけですよ。初めて撮影して、僕こんなので大丈夫かな、俺 YouTube やっていけるのかなと思ってすっごい不安だったんですよ。それを編集ちゃんとしてもらって、確認もしてもらった状態で、動画を送ってもらって、社内でプレビュー会やったんですよ。そしたら社内で拍手を起こって、おーって、もうびっくりして、僕も拍手してました。あ、こうなるんだと思ってめちゃめちゃ感動したんですよ。あれ、うわ、こうやってもらえるんだったらなんか成り立つかもみたいな感じを受けたんで、あれを覚えてるのと、最初の頃やっぱちょっとあのね、印象残ってて、焼肉食うならシリーズだったりとか、まりまるするならまるまるしろみたいな、最近そういう広告ありますよね。バーキン買うなら包丁しろでしたっけ？知らない、知らない。マジですか？あの六本木とか行くと看板かかってますよ。で、それ一回コメントでももらったんですよ。あの辺のシリーズとか面白かったなと思って、自分でも気に入ってる感じですかね。なんか一番伸びた回で言うとどれなの？うん、一番はスニーカーですかね。あれもともと本当はスニーカー回やるんじゃなくて、年末のベストバイの中で一緒にファッション編で撮ってたんですけど、そこのスニーカーだけ切り出してもらったら、それがガガガッと伸びた感じですかね。あと意外と伸びてびっくりしたのがスチーマー。ああ、そうっすね。そう。あれ、最初そんなでもないのに途中からガガガッと伸びてくれたんで、ちょうどスチーマーとかで検索される方が多かったのかなと思うんですけど、あれ伸びましたよね。伸びましたね。うん。その、石川さんの中で、なんか印象に残ってるコメントとかあったら教えて。コメント結構いっぱいいただいてて、なんだろうな、褒められて嬉しかったのもいっぱいあるんですけど、一番はなんだろうな。僕一個あるんですよ。なんですか？このおじさん大好き。あった。あった。このおじちゃん大好きです。おじちゃん大好き。あったあった。ちょっと嬉しかった、なんか。なんかそういうの言ってもらえるのすごい嬉しいですし、編集を褒めてくださる方もすごい多いじゃないですか。あ、確かに。うん、それもすごい嬉しいですよね。結構グダグダいっぱい喋ってるのをうまくまとめてもらって、あのツッコミ入れてもらったりするのが楽しいみたいなところをね、褒めてもらったりするのもめちゃめちゃ嬉しいですし、あとやっぱ僕らもあの洋服屋なんで、あの今まで買ったことなかったですけど買いましたとかっていうのもやっぱめっちゃ、マーカーウェイの洋服買いましたとかもやっぱ嬉しいし、いっぱい嬉しいコメントいただいててめちゃくちゃ嬉しいです。なんか今後石川さんがこういうことやってみたいとか、こういう動画が本当は伸びてほしいんだけどなみたいな石川さんの思いがあったら聞いてみたい。それでいくとね、最初の頃にあげたモンゴル。あ、モンゴル。モンゴルは対策じゃないですか、あれ。動画がいまいち伸びなかったっていうので結構ショック受けて、いや、僕のテンションも上がりきってなかったっていう問題もあるんですけどね。でもせっかくだったら海外の景色とかも皆さんに見せて、そう、ね、見てもらいたいですね。だけどそれをどううちのチャンネルでやっていくかですよね。海外行きまくってるんでね、ぜひ見てもらいたいし、どう切り取ってどう伝えていくか。あとやっぱこれ、なんか前もエディさんと話しましたけど、どっちかっていうとやっぱこれ移動中とかの方が面白いじゃないですか、本人たちには。移動中の石川さん本当面白いですからね。僕？それあなたじゃないですか、それ。いやいや、じゃあ僕じゃない、石川さんが。だって 2,3 時間ぐらいの移動でもずっと喋ってますもんね、石川さん。そんなことないですよ。ずっと喋ってますよ。そうだ。基本的に僕は、まあ今年は年間半分以上は海外いるんで、まあ、あちこち行ってるから、なんか本当は旅行ったところとかの動画もご紹介したいなと思うんですけど、なかなかそれを見てもらえないっていう悩みがあるんで、どうやったらこう旅と、例えばファッションと結びつけるとかみたいなところをうまくやりたいなと思ってますっていうのが一つ目で、二つ目はガジェット
やっぱり声小さいですね。はい。え？声小さくなりました。声小さくなったけど、本当にガジェットをやりたい。めちゃめちゃ買い物しちゃってるんで、洋服も買うんですけど、洋服スニーカーよりもやっぱガジェット買ってる方が多いんで、まあ毎日なんか届くんで家に。ガジェットね、なんか紹介させてもらえて、それを見てもらえると嬉しいんですけどね。やっぱダメなんですかね。洋服屋だから洋服やってろっていう話ですかね。あと本当はなんかもうちょっとぼやきたいとかあるんじゃないですか。それある、それあるというか、本人ぼやいてるつもりないんですけど、いつの間にかぼやきになってるんで、そこを早回しせずに行きたいですね。早回しカットなく、多分ちょこ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 カットされてるんだと思うんですよ。そこはね、うまくね残してもらえると嬉しいですね。じゃあちょっと次の1年どういうことをやっていくか。はい、全然決まってないです全く決まってないんで、皆さんからなんかご意見いただきながら、もっとやっぱ多くの方に見てもらえるために何をしていったらいいかみたいなところは、みんなと一緒に考えながら、皆さんからご意見じゃんじゃんいただけると嬉しいですよね、そういえばこのチャンネルって最初、はい、あって写真出してましたよね。おお、そう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 、まだ一応置いてありますけどね。これ何だったんでしょうね。これどうしますか。全然方向性も何も見えてないもん。これやってたけど、どうします。これ石川さんが撮った写真欲しい人いるかな。いや、これはさすがにいないでしょ。もし欲しいって人いたらどうする。いや、その差し上げます。本当ですか。うん、お届けに参りたいぐらいですね、なんか本当に。なんですけど、これはさすがにね。これもう一回復活ってことないですよね、これ。いや、ちょっと分かんない。もうないのかな。ないですか。うん、じゃあもうそろそろ片付けていい感じですよ、ここね。はい、うん、ちょっと これ欲しい方ちょっと募集しますか。もし欲しい方、どう募集したらいいのか僕分かんないんで、その辺はよく考えていただいて、下のコメント欄にその概要をお伝えできればなとなんかスタッフの好きな回で言うと、うん、なんか洗濯会好きだった人。すごい、もう最高に好き最高に好きですよ。もうサングラス洗濯おじさん、ボブカット全身真っ黒おじさんですよねそうですね。それで全ての僕を象徴しているような言葉でまとめてもらいましたけど、洗濯はやりたいですよね、もっとね。テーマがあって、やっぱ面白くてためになるファッション教養チャンネルだと思ってるんで、このチャンネルは。その中でやっぱりね、ケアの方法をちゃんとお伝えしていきたいなと。で、やっぱケアしてもらうと洋服楽しくなると思うんですよ。なんかちょっとしたケアで自分の手間を一手間かけてあげるとかっていうことをやっていくと、洋服もっと好きになると思うんで、そこはもっともっとやっていきたいですよね。たとえ視聴回数が伸びなくても、ね、耐えられますか。耐えれないかもしれないから見てほしい。ケアとかやって視聴回数めっちゃ増えたとかってめちゃめちゃ嬉しいですからね、マジで。それ最高に嬉しいかもしれないんで、それ見てもらいたい。だからスチームとかも結構嬉しかったんですよね。ちゃんと見てもらえてね、あの回数伸びたんで。だから洗濯ちゃんとやって、それ見てもらえると嬉しいかな。ね、なんで過去いくつか洗濯やってきたじゃないですか。あのセーターの洗い方をやったりとか、アイロン系とかね、まあ、あとおすすめ洗剤とか、ね、おすすめ洗剤もやりましたね、みたいなことやってるんで、その辺ちょっと見てもらって、あ、面白いなと思ったら周りにぜひおすすめしていただいて。このチャンネルの大きな目的がね、洋服好きな方たちとか興味ある人たちに見てもらってると思うんですけど、今まで知らなかった楽しみ方みたいなところを、あの、ちゃんと皆さんにこうお伝えしていきたいなと思って。僕洋服めっちゃ楽しんでるんですよ。それは別にいっぱい洋服を持ってるとかちょっとしか持ってないとかではなくて、全然ちょっとでもいいんですけど、そのちょっとの洋服をどうすれば楽しく着れるかだったりとか、あの、愛着をもっと持てるかみたいなところを伝えていきたいなと思って、そこをできるようなコンテンツというかね、動画をいっぱい上げていきたいから、そういう意味ではね、ケア系バンバンやりたいですよね。なんかすごい見てもらえるものと、うん、全然見てもらえないものの差がものすごくはっきりしますよね、はい、ケアって。そうですね。あ、確かに確かに。そう、さっき言ったスチーマーもすごい良かったじゃないですか、うん、でおすすめの洗剤もすごい良かった、うん、だけどシミ抜き突然あれ役立ちますけどね、あれと思うんですけどね。そういう意味で言うと、物絡めた方がいいのかな。なんかありそうですか。物もう困っちゃって物確かにもう洗濯機並べる、ここにずらっと回せないですね、ここに並べてもね。
何があるかな、確かに。もうちょっと洗濯グッズ系探しますね。なんか何ですか、それか。洗濯ネット。地味だな。地味だな。すっごい優秀なクリーニング工場じゃないですけど、うん、そういう場所に行ってみるとかもあるんですか。おー、いいですよ、全然。なんか家庭でやってるものと、なんかちょっとテクニックとか違うかもしれないですよ。もちろん、全然違うんで、仲良くしてるクリーニング屋さんがあるんで、そういうところ行って工場で見せてもらってもいいですよね。職人さんの本当の技はこうだっていうのね。やっぱりもう全然設備も違うし、持ってる薬剤とかも全然違うしね。やっぱクリーニング屋さんでしかできないことがいっぱいあるんで、そういうありです。トラベルの方はまあダメでしたもんね、あのパッキングとか、あれ良かったんですけどね、あのパッキング。僕気に入ってるんですよね、よね、パッキング会ね、この間久しぶりにあのパッキング会のコメントもらいましたけどね、今度ニューヨークに出張に行くんで帰ってきたら見ますみたいな。いや、行く前に見てほしいなと思ったんですけど、まあ、行く前一回見て帰ってきたらもう一回見てくれるっていうお話かなと思って、そこはちょっとそっとしておいたんですけどそういうのもあるんでね、なんか嬉しいですけどね。皆さんにね、なんか毎回の動画で一つお土産をお渡しできればいいかなと思ってて、それ言葉ですけど、なんか、あ、今日これためになったなとか、あ、そんなことあるんだって発見だったりとかっていうのをなんか中に込めたいと思ってるんですよ。だからこれ見てもらうことによって、ちょっとでも新しい洋服の楽しみ方だったりとか、まあそのケアの方法でもいいし、役に立つとか、あ、目から鱗落ちるみたいなことがですね、なんか一個皆さんにご提供できるチャンネルにしていきたいなと思ってますんで、今後ともぜひよろしくお願いいたします。なんか石川さん、自分の滑舌最初すごい気にしてました。あ、もう超悪い滑舌ダメですよね。作業ダメ、作業もダメ。それは1年間やってきてどうですか。なんない、これ一緒です。もう今も言えてないですもん。皆様、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。